さあそれでは2018年平成30年の高専の問題大門の3番ですね解説していきます結構ね難しいんじゃないのかなと思うんだよねこれ大門の4番もあるんですけど大門の4番もねそこそこ難しいのでちょっとねこの年は難易度が高めの年だったんじゃないのかなと思います特にですねこれは括弧の1番今からやりますけど括弧の2番ですね、えー、これがですねなかなかしんどかったんじゃないのかなと思いますさて、えー、とまずですね括弧の1番ここから証明していくんですが、えー、と半径の等しい2つの円っていうのがあって中心が O と大ダッシュ 交点が AB になっていますで AB と CE が平行になっていると、まあ、こういう条件が一応書いてあるわけですね。さあそんなこんなの中でかっの1番 AECD 平行であることを示してくださいね。まあ、示したのを空欄で入れていけていってるわけですが、はいえー、1つの子に対する円周角は等しいので個 DE において、えー、各 DCE 各 DCE ここと。 DAE ここが等しいですよねと。でえー、とまた三角形 OAE は二等辺三角形ですから、ね、半径半径で等しいので定角が等しくなりますからここも丸印になりますよねと,ということで DAE と CEA が等しくなります。ということでここの角度と,、えー、とここの角度が等しいので錯角っていうのが等しくなるのでペッペのペッペ で平行だよとこういうふうなことが示したわけですね。まあこれはいいでしょう。問題はカッの二番でございます。さあ図二のように図が変わるわけですね。どんな図になるんですか。CA を伸ばして DB を伸ばして交点を F としますと。DB を伸ばしてよいしょこういうふうになり、CA を伸ばしてウッドよいしょとこういうふうになるわけですね。これを F っていうふうに置きますよと。さあこういうふうにした時に、えー、ときにと O のの距離っていうのが、まあ、中心間の距離ですねこれが 16, でしたっけ16になっていて、えー、半径ですねこれが10だよって言ってるわけですこっちの円の半径もこっちの円の半径も10だよっていう状況が与えられています OC とかでて,てないない半径ですねさあそんなこんなの中で括弧の2番一番最初がですね AE の長さを求めなさいと AE の長さですね。 さ、A、e、の長さってどこですかって見ていくと、まあここなわけですけれども、ここの長さどうやって求めていきましょうか。ね。半径の情報は分かっているわけですよ。だからここが十で、ここが十で。<ん>え、でも先生、なんかこの情報がかりますね。この距離が十。これなんか使えないですかね。まあそうだよね。あ、この距離十六か。ここの距離十六ってまあ当然ね情報与えられているので使っていかなきゃいけないわけなんだけど、さあどういうふうに考えていきましょうか。どういうふうに考えていきましょうか。 O と O' っていうのをこう結んだときにどういう状況が成り立つのかっていうとこんな状況が成り立つのがわかりますかねよいしょ。A があって B があって O があって O' だけ取り出しておくとどういうことが言えるのかっていうとここの長さとここの長さって当然等しくなってる半径半径で10になってるわけですよ。 で今ここからここの長さが16になってるわけなんだから当然ここの長さって8になってるはずですよね。いいですかなんでかというとこれさあのー 本当に今厳密にやっていくならばここも10でここも10になりますからひし形になっているとでひし形の対角線って必ず直行しますので直行するってことが分かっていればあなるほどとこれ A からこの OO ダッシュに下ろした垂線になってるよねってことが分かるので2等分になるわけだから16半分ででになるはずでしょってことねそうすると三平方を使えば AB の長さが分かっていくと、まあ、半分の長さここの長さを求めればいいからね三平方を使うよりは4対5っていうのを見てあげてあ3対4対5だなって考え て六っていうふうに考えるのがいいのかなと思います。ということで、A B の長さ六までは出てきました。さあその後ですね、どうやって考えていきましょうか。A B A B は十二ですね。ごめんなさいね。A B の長さが十二ってここまで出てきました。さあどうしましょう。A A A A。まあやっぱりね一般的に考えていくならば、A A っていう長さこれを求めるわけなんだけれども、A A が含まれているような三角形を考えていったりとか、まあもしくは A A と同じ長さのところが考えられないか、まあこういうふうな発想を持っていけばいいわけですね。 そうすると先ほど括弧の1番でこいつ AE とこいつ CD が平行であるってことを示したわけですよ。そうすると四角形形 AEDC は台形であるることがまず確定すすわけですね、OK、で台形ではあるんだけれどもよくよく見てみるとこれって中心を通っている AD も、D、あ C も中,中心を通っているわけですから当然だけれども。 ここは 90° 度だし、まあ、ここも 90° 度だし 90° 度だし 90° 度だしっていうのが言えるのでこれ長方形になってるってことが言えるわけですよね。いいですかということで何が言えるのかっていうと AE と CD の長さ等しいので CD の長さを求めるっていう風な発想でも問題ないわけですよね。Okay まあ、もちろん AE のままでも求められるんだけどね、えー、CD の長さだっていう風に一旦考えてみるとどうなるでしょうか CD? あ先生今この9 0度マークをつけたから C の長さこれ直径だから10と10で20になるので ED の長さがかかればいいいんじゃないですか、ね、確かにこっちの三角形で考えてもそうだけどここがね当然9 0度っていうふうになってるわけだから AC の長さが分かってしまえば確かに三平方を使って AE 出せるわけなんだけど ED の長さって出ます最終的にはね出るんだけれどもこれどうやって考えていきましょうかね ここがねちょっと難しいところなのかなと思うんですで重要なのはやっぱりこのヒントですねもう少し有効活用してあげましょう今ここのね O と O' っていう線を引いたわけなんだけれども O っていうのは中心なわけだから AD の中点とも言えるわけですよね。で先ほどここで交点取りましたけれども66ってなったのでお分かりの通り当然ここもこのねこの点ですね。 ここも AB の中点になっているわけです。中点連結定理で当然これは平行になっているわけですよね。いいですか。もちろんこれはここ90度になっているので、まあ、直角三角形になっているとここも90度で直角三角形になっているとっていうふうに見てみるとあれあれあれと3対4対5ですよね。いいですか ?3 対4対5になっているはずですよね。いいですかさらに ここ A ホニャララ O っていうところと O ホニャララ D っていうところを見てあげると斜辺等しくって同位角も等しいし9 0度9 0度もあるっていうところから考えていけば当然だけどこいつとこいつって合同になってるはずですよね。いいですかそうやって考えていくとこれさあここの長さ出せません出せるよねねここここの長さも出せますよねなんででだだってここが10だってがたわけでしょ先ほどね。 ここが十だって分かってたわけじゃないですか。十、十、十があって、六があって、八があったわけでしょ。同じだから10、十六、八っていうふうになるので。ここ十で、ここ六で、ここ八なわけじゃん。あ、そうすると、先生、ここで、えっと、長さね、十から六引いて、四が出るので、ここで E. D. 出ますよね。いや、そうじゃなくって。この三角形でも一発で出ちゃうですよ。この三角形で。この三角形で。 この三角形で見てあげれば、こっからここの長さが16になっていて、ここが8になってるわけだから CD の長さを出せるわけじゃない。すなわち AE の長さを出せますよねっていう流れなわけね。で当然これ AE のまま考えてもいけたんですよ。えー、実際のところはね。えー、なんだけれどもまあこっちの方が見やすいと思いますので一応 CD で考えていくと結局最終的に求めたい CD の長さっていうのは 16で8っていうふうになっていると、だからまあ16の2乗、ええー、足す8の2乗って考えてもいいんだけれども、これ2対1になってますので、1対2対ルート5ってやつを使ってあげた方が多分早いだろうね。ええー、ここの比の長さを8倍してしまえば、CD の長さすなわち AE の長さになりますので、AE の長さは8ルート5、こういうふうに出てくるわけですね。よろしいでしょうか。 はいということでカーキーが埋まりました次に CF ですねここがね分かってしまうと CF は意外といけます C から F ここの長さを考えていくとでこれはどういうふうに見ていけばいいのかというと CF が含まれている三角形を見ていくとこんな大きい三角形が見えますか CFFDDC っていうこれを見てあげるとこれもやっぱり直角三角形じゃんだって AD っってていうのが直径にな,ってなきゃだからここ90度でしょ、OK、でそうするとどういうことが言えるのかっていうとこの FC の長さって、まあ、ここでねこういうふうに直角三角形を作ってもらえれば分かる通りこれさ非常に有名な性質で動画の概要欄にも載っけてるんだけれども直角三角形の直角の位置から斜辺に対して垂線を下ろした場合相似が3つ出てくるんですよねこういうことですよね。こっっちち側にちょっと書きますけど よいしょ直角があってこの直角の位置から垂線を下ろした場合どういうことが言えるんだったのかっていうとここを「丸印」でしておくとここも「丸印」になるとえなんでかっていうとここ今9 0度なのでここを「丸って置いておくと「ま、丸って置いてここを×って置いておけば丸足バ×は絶対9 0度になるわけですよ。 ここは90度だからね。ってことはバ×が90度だからここ90度から丸を引いてるのでここ×になるとだから自動的にここ丸になるとなのでこの三角形バ×の直角三角形この三角形バ×の直角三角形全体の三角形バ×の直角三角形になってるわけですよ。ということでこれ3つの相似が言えるわけだけどここにある三角形 C があって D があってほにゃららっていうのがあったこの三角形は 実は先ほど取り出していたやつでどんな三角形だったのかっていうと1対2対ルート5になっているような三角形だったわけですよ。ってことは何が言えるのかっていうと当然ここの FC の長さっていうのはあ黄色の方がいいな。この三角形と相似なわけですから当然1対2対ルート5っていうのが成り立っているわけね。 なので、CD の長さっていうのを、えっ、ー、と、これ CF の長さを求めるためには、CD の長さっていうのを2倍にしてあげればいいわけでしょ。いいですか。はい、なので、CD の長さってさっき求めてますね、8ルート5だったわけですが、それを2倍にして16ルート5っていうふうになるわけです。ということで、CF はどうなるのかっていうと8、8ルート5かける2なので、答え16ルート5センチメートルっていうふうに出てくるわけですね。OK ですか。 はいといととうことで一番最初のねこの AE の長さっていうか CD の長さなのかなここをちゃんと求めることができれば意外とあっさりいったわけです最後いきますこっちいきますよ、えー、最後は三角形 AFD の面積を求めなさいなので A があって F がうふ、ん、が F があって D なのでこの面積を求めたいと。ってことはここの長さがもうすでに分かってるわけですから、ね、先ほど12って求めているので FD の長ささえ求めてしまえばおしまいですよね。FD の長さはどうやって求めればいいですか CD の長さをルート5倍にすれば FD の長さ出るわけでしょ。はいということで FD の長さどうなるかって見ていくと CD の長さをルート5倍にしてしまえばいいと。CD の長さっていうのが、えー、と8ルート5でしたからそれを5倍するので40ですかなかなか長いですね。 ということで三角形 AFDAFD の面積はどうなるのかっていうと2分の1倍の底辺の長さ f d かける高さですね AB これで計算をすればいいと。なので2分の1かける4 0る高さ何倍高いな、えー、と12ですか12っていうふうになりますので答え240平方センチメートルっていうふうに出てくるわけですね。よろししいでしょうか はいということでやっぱりね肝はここだったかなと思いますこの AE の長さを求めるというところだったのかなと思いますね、えー、これがしっかりとできていればその後流れはねスムーズにいったと思うんですけど逆に言うとねここでやっぱりつまずいてしまうと残りのね2問が取れないので結構ね点数を落としやすい ポイントだったのかなと思いま,すねたまにねこうやっぱり難しい図形の問題出てきますのでえ焦らず騒がず時間は結構ね余裕があると思います余裕があるかどうか分かんないけど一応ね50分っていう十分な時間が与えられているのでえこういう問題に対してはねもう10分12分ぐらいですね時間をかけてもいいと思いますので、えー、復習しっかりと頑張ってほしいかなと思いますこんにちは迫田です高校入学前で数学の先取り学習をしたい進学校に通っていてもっともっと自分で数学を勉強したい勉強一生懸命してるんだけれどもなかなか数学ができるようにならない 問題解説動画全部僕が作っている数学の取説セひ手に取ってみてくださいチャンネル登録もよろしくお願いいたします